どうも、縫い物おうち萌え暮らしこづらじです。今日はもう結構いい陽気で、なんか何日か前のね、本当毛布を出したのがちょっと考えられないぐらい、また夏が戻ってきた感じの南信州なんですけど、で結構だからなんていうのかな、涼しくなったらやろうと思ってたことっていうのがなかなか、特にお庭関係のことがねまだできていないんですけど、何回か前のラジオで、この3ヶ月間のうちに、やりたいことを5つ言ってくださいっていう、ガズさんからあったと思うんですけど、あれのうちのもう2つが完遂っていうんですかね、いたしまして、で今3つ目に取り掛かっていて、で確かあれを言われたのが多分3週間前ぐらいだったと思うから、結構ねいいペースで進んでるんじゃないかなと思っております。でその一つが、収納の難度の整理でしょ、そして押し入れの整理、これが2つ終わったんですよ。で今やってるのがちょっとそのソファーの、リビングソファーの改造というかね、なんというかそんな感じの、もうちょっと長く使いたいから、なんか使い勝手良くしようかなっていうのを今いろいろね模索してやってるところでございます。なんかそれもまたできたらこうねお話しさせていただこうかなと思ってるんですけども、そんな感じで昨日一昨日ぐらいかな、また、ステッチの動画を、昨日Tシャツにステッチの動画を、まあ、その2ということで出したんですけど、で相変わらずそのちょっとずつねこう作ってる感じなんですが、まあ、でもねそのおかげでやっぱりその、Tシャツのステッチもこういつもねちょっとずつ進められるし、なんかこうやんなきゃいけないことも進められるし、でベースの出荷 もう午前中気持ちよくなんかねこうルンルン気分できるしっていう感じで、なんか時間をねこう一日の中の時間を、なんていうのかな、こうこれだけとか決めないで、これもこのくらいやろう、これもこのくらいやろうっていう感じで、こうね今のところ上手に分散できて、なんかこう気分的にもねすごいいいかなっていうふうに思ってます。ということでこのラジオは、私縫い物時間という YouTube チャンネルをやっていまして、でそこではただ物を作るだけじゃなくって、作ってる時の時間とか、あとはワクワクしたその物が出来上がっていく時のワクワクした気持ちをお伝えさせていただいていて、皆さんもこう簡単なね縫い方でも楽しくできるよっていうのを一緒にやりましょうよっていうことをお伝えさせていただいている小杖と言います。でそんな私が同じく簡単ウクレレ教室ガズレレという YouTube チャンネルで、音楽を聴くのは最高だけどやるのはもっと最高だよって、自分の暮らしに自分の音楽を取り入れようよっていうことをウクレレの弾き語りを通して発信している旦那さんのガズさんとの、暮らしの出来事や、あとは大好きな縫い物のことと、もう一つ大好きなお家のこと、DIY とかお手入れとか模様替えとか、あとはこう雑貨のこととかね、そんなことをお話ししているラジオです。ということで今日は久々に旦那さんシリーズということで、今を生きる人シリーズをお話をさせていただこうと思うんですけど、でちなみに、ラジオではスタンド FM で、そして、動画では寝物時間のチャンネルをお借りして配信しています。で私のその旦那さんはガズさんっていうんですけど、まあ、ウクレレ教室、簡単ウクレレ教室ガズレレっていうのをやってるんですが、で、毎日毎日ね、動画をアップしてるんですよ。で、その、当日やる曲を前日に、の夜に、こう楽譜をね、ちょっとこうアレンジの楽譜を書き起こして、で、自分でこう練習して、自分の中に落とし込んで、で、一日で寝て、ちょうどその、それが熟成されて、で、また朝確認して撮るのがすごいいい、こう、サイクルなんですって。で、そのね、ご飯食べた後に、こう二人で私は編集をね、こうなんかしながら、で、ガズさんは、その、まあ、明日の準備をしながら、こう、二人で横並んでるんですけど、例のその、横並びの机でね。でその時に、大体私は、その、夜に、こう、作業するっていうよりは、編集をね、するんですよ。物を作るというよりは、編集をしてるんですけども。で、声が出るじゃないですか、編集って。で、その、隣では、その、曲を、まあ、本当のね、曲を聴きながらアレンジをしてる人がいるんで、
私は基本的にヘッドホンをするんですよ。ヘッドホンをしながら自分のこう声を、まあ、ある程度聞こえる、ね、大きさにして、あんまり大きくすると耳にも良くないと思って、こうある程度聞こえる大きさでちょっと小さめで編集をするんですけど、でそうするとウクレレの、ね、音がこう実際のこのウクレレを弾いて、で、まあ、アレンジをし始めるじゃないですか。その時に最初でアレンジをしてる時はこうこんな感じかな、あんな感じかなっていう感じでこうポロロンポロロンってこうやってるんですよ。でまあこうね、ヘッドホンをしてる耳に、あ聞こえるなぐらいな感じで、で普通にね、こう例えば眠の時間の動画とこう編集してるんですけども、でそのアレンジがね、アレンジをしてる時も一生懸命ノートに書いてる時も結構 無言なんですよ。でまあこう たまにこう動画をね、こう音楽を確認したりとかしながら、でこれをポロポロポロしながら、でこうカリ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 こう書いて、でうーんとかこう言いながら書いてるんですよ。で私はこう編集横でしてて、でできたっていう風になった時に、それをこうコピーをしに行くんですね。でちょっと大きめの紙にコピーして、でそれをまたそのデスクに持ってきて、そこから練習が始まるわけですよ。でそうするとウクレレのその生音ね、でこうガズさんが普段その動画でやってるようなこうマックス音量っていうかね、その自分の中でこうなんていうのかな、こう感覚をね、やっぱ分かりたいからこうやるわけですよ。その時にヘッドホンでしてても、その自分の編集している声が全然聞こえなくなるんですよ。で、レッスンっていうか演奏が始まったなと思うから、こう音量を上げるんですよね、私が。で、上げて、で、まあ、ギリギリ聞こえるような大きさでやってるんですけども、で、その演奏をこう自分でやるじゃないですか。で、やって、パッと演奏をやめるんですよ。その時に、要はその演奏が止まっちゃったから、ヘッドホンの音量はめちゃめちゃでかくなってるんですよ。で、パッとやめた瞬間、わーって自分の声がでかく私は入ってきて、はーっていうふうにいつも思うんですけど、で、また小さくこうするじゃないですか。で、小さくしてやってると、またおもむろに演奏が始まって、で、また全然聞こえなくなって、で、またこう、ボリュームを私も上げるんですよ。で、あ、やっと聞こえる大きさだったと思って、またやってると、で、また演奏がね、おもむろに止まってっていう、その繰り返しなんですよ。で、それをやってるのは全然いいんですけど、まあ面白くていいんですけども、で、こう、演奏をね、してて、で、たまに、もう、自分の音も大きいけど、こう、途中で終わっちゃった時にね、もうそのままこう、気にしないで、ちょっと音大きいけど、もう編集しようと思って編集してるじゃないですか。そうするとね、なんかボソボソ、なんか言ってるっぽいんですよ、隣で。で、でも私に言ってるんじゃないだろうなって、まあ、思うじゃないですか。でもなんかボソボソずっと言ってるから、こう、ボリュームをね、こうやって下げると、なんか私に聞いてるっぽいですよね。どっちのアレンジがいいかなとか、なんか、こう、どういう風に聞こえるとか、っていう風に聞いてきて、で、っていうか、ほら、今自分もね、編集してるから、聞こえてないんだよ、みたいなこと言ったら、あ、そうなの?みたいな感じになって、それで、そっか、つってまたこう弾き始めるんですよ。で、またボリュームを大きくして、で、まあやってるんですけど、で、こう、またボソボソ言ってるんですよ。だから、あ、なんかまた聞きたいのかなと思って、ボリュームをね、こう下げたら、なんか、もう完璧とか、なんか、俺って天才とか、なんかね、こう、もう、今度は自分にこう浸ってるっていうかね。で、それは私には関係ないと思って、またそのボリュームを上げるんですけど、だから、そのボソボソ言ってるのが、なんていうのかな、こう、私に言ってるのか、自分のについて感想を言ってるのかが分かんなくって、だけど、そのずっとね、ボリュームを下げてたら、本当ね、そのウクレレの、ガズさんが弾く生音だと全く聞こえないんですよ。自分の編集の声が。だからね、もうそれがね、このボリュームをね、上げ下げしてるこの自分の動作がめちゃめちゃなんか不思議、滑稽っていうかね、もう笑ってきちゃって、で、一人で笑ってると、何がおかしいのっていうふうに、まあ聞いてくるんですけど、それを説明できないっていうかね、その瞬間が面白いから。っていうね、なんかこので毎日ね、夜その繰り返しで、まあ、なんかね面白いなと思って、でその編集をする時ってなんか私はヘッドホンをする癖がもうついちゃってて、例えばだけどガズさんが何もやってないのにヘッドホンをしちゃうっていうのがあって、で、まあ、多分だけどその自分が喋ってる
この声とかね、なんかそういうのを聞かれるのが恥ずかしいんだろうなと思うんですけど、例えばそのガズピアノを自分が編集してる時も、でちなみにガズピアノっていうのはガズレレのそのまあメソッドの通りにそれをねこう転用して、ピアノ鍵盤でそれをね弾いて歌おうよっていう、まあそういう動画があるんですよ、チャンネルが。でそれで私も一緒にねレッスンの先生をやらせてもらってるんですけど、その時も本当にカズさんが何もしてないのにやっぱねこうヘッドホンをしちゃうんですよね。だからヘッドホンってなんかあんまりこうしない方がいいとかよく言いません。であんまりしたくはないんだけど、なんか基本的にねそのガズさんは絶対しないんですよ、ヘッドホンを。なんでまあその動画に関してはねガズさんが、まあ、メインというか我が家ではなので、まあ、その環境をね、まあ、整えるっていう意味でも、うん、私が、まあ、ヘッドホンをねたまにするっていうか、編集だって毎日撮ってるわけでもないから、その動画をね編集する頻度も全然違うんですよ。なんで毎日毎日ルーティンでやってるそのガズさんが、まあ、その自分がしやすい環境っていうのをまあ、心がけようっていう、まあ、私なりに思ってるんですけど、だからね、そのヘッドホンをするっていう感覚があんまりないから、きっとね、この感覚はね、わからないんだと思うんですけど、まあね、なんかね、毎回毎回ね、ギャグみたいな感じで、こう、上げて下げて、上げて下げてっていう風にやってて、なんかね、我ながら面白いなと思って。だから、まあまあ、動画の編集って、面白いんですよ。まあ、今日何の話かよく分からなくなってきましたけども、相変わらずその着地点がない話になってきたけど、なんかね、二人して、こう、本当にこう、なんていうの、躍起になって、こうね、盛り上がってやってるんで、その時お互い集中して、こう、入ってこないっていうのがあるんですよ。そう。でちなみにそのガズさんは、撮ったものを編集してる時は、基本的に話しかけちゃダメなんですよね。その時のもうマックス集中してるのがやっぱり途切れちゃうと、うん、怒りはしないけど、なんかその一回中断されたことでリズムをまた取り戻すのが結構大変なんですって、その集中力を。だからなるべくねその声をかけないようにしようと思うんだけど、それをふと忘れる時があって、ちょっとね声かけちゃったりとかする時があるんだけど、まあまあなんていうのかな、でもね姿勢がね悪くなるんですよ、やっぱ集中しすぎると。だそういう時は逆にこうね一回なんていうのかな、パチンみたいな感じでねこう正気にさせてあげるっていうかね、まあ、そんな感じにしてますけど、なんか本当だからね、その動画に対する、その動画をその、まあ、作るとかあと編集するとかそういうことに対するそのエネルギーっていうかねはまあすごいなっていうふうに、まあ、思います。で本当夜のアレンジしてる姿をね私だけがこう見てるっていうのは逆になんか申し訳ないっていうかね、あれがなんか本当こう紹介できたらすごいだろうな、あの熱の入れようはっていうふうに思うんですけど、まあそこをねあえて公開しないのがまたなんかちょっとねスマートな感じでいいのかなと思いますけど、本当ね毎日毎日こうアレンジにね本当なんかこう全神経をそこの、ね、時間ではもう注いでる感じがすごいするんで、ちょっとこう熱がねこう伝わってくるっていうかね感じがある旦那さんでございます。はい、ということで今日は、金曜日、なんか1週間が早いなっていうふうに思うんですけど、こうしてる間にもう10月はやってくる、そして10月は眠の時間点、10月の20、21、22、ぜひぜひお待ちしております。フリーイベントですので、ぜひ東京にいらっしゃる方、遊びに来てください。で、また概要欄っていうか、あと、動画では概要欄、そして、ラジオでは、メモのところに貼っておきますので、ぜひぜひ見てください。ということで、コズラジでした。皆さんも素敵な週末をお過ごしください。ありがとうございました。